こんにちは、ヴィンセントです。今回は3月のクエストダンジョンのレベル12とレベル13を、全く同じ編成で爆速でね攻略していきたいと思います。でレベル12に関しては、まあ、バッジ自由なんですけど、レベル13に関しては、まあ、パズパスバッジだったり、まあ、操作時間伸びるね、バッジにしてあげると、より安定してクリアできるんじゃないかなと思います。ではまずはリーダーは、タンジェローですね。で武器は、5連ガチャドラとなってます。まあ、ヘイストプラス、ダメージ激減っていうのがね強いので採用してます。はい。で髪結びは、まあ、覚醒無効だったり火力出るので採用してます。正月髪結びですね。で武器は、まあ、持ってる人もね多いと思うので、アマテラスで、まあ、ヘイストだったり覚醒無効解除できたりっていうところで、採用してます。はい。エルフリーでもね持ってる人多いと思うので採用してます。火力もねめちゃめちゃ出るので、おすすめですね。であとはこの自身のねスキルで、ヘイストあったりするのも非常に強いので、まあ、そこもポイントですね。で武器はまあ何でもいいんだけど、何でもいいというか、非属性に変えれれば何でも OK ですね。今回は武田信玄を採用してます。でリューネね、結構ポイントなんですけど、レベル13で、半減とかのスキルがないと結構ねボス戦のダメージ受けるのきついんですけど、それをね、耐えることができるので、採用してます。で武器は10連ガチャドラですね。はい。でノア1体目には、ビッグマムのね手配書ですね。闇の、目覚め、弱化目覚め返せると、なんて言うんだろうな、まあ楽ですね。はい。でフレンドの、ノアには甘小積みです。ではやっていきたいと思います。はい。ではまずねレベル12の方からやっていきたいと思います。レベル12はね、スキルターンプラス1っていうのがちょっと厄介なんですけど、それ以外はね、敵も柔らかいし、そんなに厄介なこともね、してこないんで、非常に簡単ですね。はい、まずね、フレンドの方のノア使って、ズラシで倒していきます。ここね、10コンボとか、多分いかないと思うんですけど、全然それでもね、抜けるんで問題ないですね。で、通常だと、フレンドの方のノアね、また2回連続で使えるんだけど、スキルターンプラス1のせいで使えないので、右から2番目のこのねノア使って攻撃していきます。はい。でそうするとまたね、最初に使ったノアが溜まってくるので、はい、最初のノアを使って倒していきます。で後半ね無効貫通張ってくるんだけど、ノアのスキルが生きてるので、はい、まずらしでね倒していけます。はい。で、このあとね、ここはまだいいのか。3階層の前半でノアを使ってから、5ターンかな、5ターン分ヘイストをかけてあげないと、ノアが今度溜まってこないので、ここから大量にねヘイストをかけていきます。でこの階層はね、3ターン以内に倒さないと発狂攻撃が飛んでくるので、まあ、確実にね3ターン以内に倒す必要性がありますね。まあ、大抵2パンでいけると思います。はい。で、まあ、順番はドリフでもいいんだけど、エルフリーでの、進化スキルでヘイストで、リューネの裏の10連ガチャドラでヘイストかけて、でアマテラスの裏の、あ、ごめんなさい、髪結びの裏のアマテラスですね、使ってヘイストかけていきます。はい。でノア使ってズラシでね、倒していけると思います。はい。で4階層ね、また、スキルが途切れてしまうので、炭治郎の裏の5連ガチャドラでヘイストかけていきます。まあ、これねあくまで同じ編成でレベル12と13っていうのにこだわってるんであれなんですけど、別に細かいとこ書いてもいいっていう人であれば、5連ガチャドラとか10連ガチャドラとかね、別のヘイストスキルで代用してもらっても当然ね大丈夫です。はい。でボス戦ね、ノアのスキル使える状態だと思うので、ノア使ってズラシで倒していきます。まあ、なんでボスもね簡単にワンパンで倒せるので、レベル12はね非常に簡単ですね。だいたいね2分台ギリギリ2分台で、レベル12は倒すことができます。はい。レベル13に関しては1階層で覚醒無効飛んでくるので、アマテラス使って解除していきます。でノア使ってズラシで、ごめんなさい、ズラシじゃないですね、ここ最初ね
10コンボ出して攻撃していきたいので、今みたいな組み方仕上げると1コンボね乗るだけで倒せるので、でこの1階層は回復と、闇のね目覚めがかなり強いので、だいたい1コンボ2コンボはね落ちてくる可能性が高いと思います。まあ、別に食らって2パンになってもいいんだけど、そうなるとねちょっとねその後回復が落ちてこないと結構きついので、まあ、だいたいねこの4ターンの回復目覚めあるうちに、いやでも回復落ちてくるとは思うんですけどね、落ちてくるっていうか回復することにはなると思うんだけど、はい。で、これもちょっとね申し訳ないんだけど、2階層か3階層でこのキングメダルドラゴンが出ないとちょっときつい編成になってます。まあ理由はね、この3階層とあと5階層だったかな、アシスト剥がしてくるんですよ。なんで後半の方でキングメタルドラゴンが出てしまうと、今、炭治郎の矢の5連ガチャで激減張ったんだけど、そういうスキルが使えないんですよね、剥がされてしまうんでね。なんで、まあ、今回はもうそういうね、全く同じ編成でっていうのにこだわってるんで、2階層か3階層でこのキングメタルドラゴンが出ないとちょっとやり直ししてもらうことになってしまいます。まあ、ただスタミナね今月も12で回れるんで、まあ2階層か3階層で出なかったらパワッとねやり直してもらうといいのかなと思います。まあ編成をね組み直すよりもまあ楽ではあると思うんでね。はい。でまあ2階層か3階層で出てもらったら、もうあとはね適当にヘイストとかかけてまあ殴っていくだけなんですけど、はい。まあ、ルーレットとかね、やられるんで、まあ、しっかりルーレットが変わらないタイミングでずらすっていう感じですかね。で、まあ、今もこれそうなんですけど、回復のね、目覚めかなり強いので、まあ、落ちてきてます。ただ、これ、全く落ちてこなかったとしても、全然問題ないんでね、回復頼りになってる編成ではないです。はい。で、ここでね、またアシスト剥がされるんですけど、この5階層で確実に竜ね打ってからボス戦に行かないと、回復、まあ、今はねこれ回復してるからいいんだけど、回復全然してなかったらその先制攻撃でやられてしまうので、はい。まあ、当然ね回復の落ち込みはないことを想定して、立ち回ってもらった方がいいんで、はい、リューネをしっかり張ってこのボス戦に入っていくといいですね。で冒頭で、話したパズパスバッジとかの方がいいですよっていうのはここなんですけど、まあ、大体ね、弱化とかされてると思うんですよ。アシストも剥がされてるんでね。で、ここで炭治郎を使うことによって、弱化も強化ドロップに変えてくれて、で、操作時間がね、長いと、しっかり組むことができると思うんで、まあ、より確実にね、ワンパンできるんじゃないかなと思います。これでね、大体最後のターンは18秒とか、使えるので、はい。まあ、よっぽど間違いなくね、しっかり組めるんじゃないかなと思いますね。これで、簡単にクリアできるので、よかったら皆さんもぜひやってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をしてもらえると非常に嬉しいです。ではまた次回作でお会いしましょう。